デフ・ F. イーズリーはフランク・フラゼッタの伝統を受け継ぐファンタジーアートの油絵画家である。イーズリーは1954年にケンタッキー州ニコラス・ビルで生まれた。彼は幼少の頃にとりわけ幽霊や怪物のようなクリーチャーの絵を大量に描いた。私は深夜に大量の怪物映画を見て、そして手に入れることができた怪物のモデルをいつも組み立てていた。 彼はニコラスビルの高校に出席し、そして後にマリーのマリー州立大学に行った。イーズリーは1976年に大学から美術学士の学位を獲得した。一方、彼は妻シンシアと出会い結婚し、主要な芸術仲間とした。子供にはキャシー、クリストファーからそしてチャールズがいる。シンシアが学校を卒業した後、 カップルは何人かの友人と共に、マサチューセッツ州に引っ越し、イーズリーは、プロアーティストとしての経歴を始めた。私はフリーランスで、ウォーレンパブリッシングの仕事を持ち、クリーピー、イーリー、そして、バンピレラ向けのカバーや漫画、そしてマーベルコミック向けに、サベッチソード・オブ・コナンと、ビザールアドベンジャーズを描いた。しかし、自分の仕事で本当に収入が得られたのは、 大きいドッケポップコーンカンパニーだった。イーズリーは地元のケンタッキー州の同郷の画家ラリー・エルモアに共通の友人を通じて出会った。ラリーがフォートノックスを辞めてチームソニックレーシングに入社する計画を私が聞いたとき、私は彼と連絡を取り、そこに他の雇用機会があるかもしれないことを発見した。彼は人気ロールプレイングゲームダンジョンズドラゴンズの 出版元であるチームソニックレーシング社に仕事を求めた私が仕事を始めたのは1982年3月だった。私の最初のプロジェクトはエンドレスクエストの最初の4冊の本の背拍子に宝石を描く仕事だった。それは間違いなくそこから仕事は上り坂だった。彼は1980年代から1990年代にかけて人気シリーズである。 アドバンストダンジョンズドラゴンズのハードカバールールブックのフロントカバーのアートワークの多くを描くようになった。時代から AD&D のプレイヤーズハンドブック、ダンジョンマスターズガイド、トームオブマジック、モンスターマニュアルなどの彼の作品のいくつかは本のカバーで特色になり、そしてモンスターコンペンディウムのサプリメントやベーシック D&D、 D-BOX などの数十以上の製品の表紙を飾った。彼の著名な作品のいくつかには、AD&D 第一版の、モンスターマニュアル、モンスターマニュアル2、レジェンズロア、アンアースド・アルカナ、オリエンタル・アドベンチャーそして、ダンジョニアーズ・サバイバル・ガイド、AD&D 第二版の基本ルールブックが含まれる。彼はまた、バトルシステム初版のカバーを描き、 改訂版、ガンマワールドのカバー、そして多数のモジュールとエンドレスクエストのブックカバーと、ドラゴンダンスカレンダーの絵も描いた。彼は、ドラゴンダンスアドベンチャーズのカバーやドラゴンダンスシリーズの他のアートワークも手掛けた。彼のアートワークの一つ、レッドドドラゴンは、1983年から1989年までの AD&D のモンスターマニュアルの表紙になった。 チームソニックレーシング社がウィザーズ・オブ・ザ・コーストに買収されたとき、イーズリーはマジック・ザ・ギャザリング・トレーディングカードゲームの拡張カードセットメルカディアン・マスクスからイーブン・タイドまでに49枚のカードのイラストレーションを提供した。フリーランスで働いていたとき、イーズリーは金と象下のドラゴンをはめ込んだ特別限定版のギターをデザインした。 彼はまたイタリアのパワーメタルバンドである、ラプソディオブファイアの2006年のアルバム、トライアンフ・オアゴニーにアートワークを提供した。ABCDEFG、チームソニック・レーシング・プロファイルズ、ドラゴン60、ABC ・バーニー、アレン、プロファイルズ、ジェフ・イーズリー、ドラゴン120、ルハウス、ジャッキー、A ガイド・ツー・ザ・ジェンコン・キャラクシー、ミルウォーキー・ジャーナル・センチュネル、P ・ジュ d アンマッサ、ダン、マスターズオブトレアガンランスアート、クロニクル25、30、モンスターマニュアルプリンティングヒストリー。h t t p w w w a c a e u m c o m ュ t t i n t e x e s s e t p h e s ンスタードット h t m l カット。セン2 0十 a ズリー二2 2マジック。 ザ・ギャザリング・ギャザー・ウィザーズ・オブ・ザ・コースト。二千十年五月四日閲覧。ありがとうございます。